あ、スナさん、はい。あ、そうですか。はい、さん、確かにどんぐらいの影響があるかっていう、まあ、追加、過不足何があるかっていうのはおっしゃる通りなんですけど、一番気にしてるのはアプローチの仕方で、まあ変、まあ、極端なこと言っちゃうと、サブシステムは、いや、インフラさんから言われるまで待ってるんだと。インフラさんは、いや、デプロイで監視が作るんだから、聞きに来るんだみたいなところで、こう、取り合いみたいなところが、あると一番嫌だなと思ってて、そこはランディスさんは、なんか、ジャパンさんの中でも、定例海外からそこで、共有できていると認識すればいいんですかね。進めようとしてるっていう情報は聞いてますけど、ちょっと具体的なイメージが私ができてなかったんで、ちょっとそこはインフラバーキングに一緒に参加したり、当然、定例はやってますので、その中で共有していくことは進めていきたいと思ってます。わかりました。ぜひとも、ちょっとそうですね。はい、私もインフラにお邪魔しますんで、お邪魔しますんで、はい、お互いにいろいろお邪魔しながら、意識合わせしていければと思います。じゃあ、どっちかっていうと、ジャンパーさんの中というよりは、各ワーキングに入っていって、お互いにキャッチアップするっていうイメージですかね。その場で、しない、することを、私がその場で発言したり、関係するメンバーが話しないと、多分また聞きになっちゃうと、多分情報が漏れたりすることをちょっと気にしていたので、やっぱり、あれば、そこで聞いて、その場でも、こうしましょう、ああしましょうっていうふうに話した方が、ワンクッションずれずにいいかなと思っている背景でコメントしました。当然中で共有したいということを言っているわけではないんですけど、やはり、同じ場にいて話をした方が物事も早く決まったりアクションが早くなるかなと思って検討いたしました。了解しました。じゃあそこでキャッチアップをして、まあ、ちょっとボリューム分かんないですけど、基本的にはまあ即座に反映できるものが多いと思うので、この12月廃論の前だから13の週までには基本的には直していくっていうことで認識しました。はい、一旦その進め方で、検討するようにしていきたいと思います。ありがとうございます。ちょっと一旦画面は戻させていただきたいと思います。はい。では、はい、私が画面表示します。はい、また画面の共有。もうちょっとかな。あ、来た。はい、用意しました。今、はい、画面変わりましたけど、サブシステムについては、個別の話も含めて、一旦以上でよろしいでしょうか。はい。では、続きまして、本日も先週に続いて、テストの、団体テストの計画書のレビューをさせていただきたいと思っています。で、その前に、確認事項2点ほどあるので、先にここだけ確認させていただければと思います。PMO 会議とかいろいろなところの結果として、団体テストの提出日とかレビュー会とかの話が決まってきたというふうに認識しています。で、まず11月12日に、計画書レビュー実施報告書提出ということで、ちょっとこの場での確認が私がするのがいいかどうかというのもあったんですけども、できればと思って、レビュー実施報告書というのが、どういうものかというのが、多分 PMO の方が理解しているのか、私が理解していないのだけかで、ちょっと申し訳ないんですけども、もしイメージがあればコメントいただきたいなというのが1点目です。あと、11月9日にレビュー会を実施するということも、スケジュールとしては聞いているんですけども、特に今回お作りする計画書以外に、何か作らなくてもいいのかなというふうに認識していますが、まあ、そこもあらかじめ、認識合わせしたいなと思って、この2点、はじめに、確認したいと思って、コメントいただけると助かります。これ、ちょっとすみません。私が漏れてたらです。基本的に9日のやつは、今のやつ計画書以外準備する必要ないと思ってます。はい、承知いたしました。12日の、実施報告書、はい、宮根さん、なんか、ファンレタルでしたっけ。これ、基本設計レビューの時も